西鉄は今日の始発から天神大牟田線と貝塚線の一部区間において電車運賃の値上げを実施しました。西鉄は今日から新型コロナウイルスの影響で乗客が減少している中、安全安心で持続的な輸送サービスを提供するため電車運賃の値上げを実施しました。今回の値上げは国から認可されている上限運賃を下回る運賃設定をしている区間を上限運賃と同額にするもので、天神大牟田線では10円から20円、貝塚線では10円から40円値上げされました。一方で運賃が変わらない区間があるほか、定期券料金も変わりません。13日には電車とバスでダイヤ改正も予定されていて、西鉄は運賃値上げとダイヤ改正でおよそ2億円の収支改善を目指すとしています。